これだって死で努力すりゃ無理と超えることがあるかもよ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてのカチン選手が超エリートに遊んでもらうんだ。落ちこぼれだって必死で努力するやん。超えることがあるかも。俺は努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。姿が奴はまだこの程度の技に次でも技の俺を超えてやる。みんな飛べ。持ってくるよ。ムーバイ海洋ゲッター超エリートか。じゃあ救世主にやられるわけがない。これ以上やってられるか。覚悟するんだな。あえとこ肩つけようぜ。俺様が殺してやろう。離れるなよ。
どうしたかカロット、そんな程度じゃないだろう。チュッ、あっ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 、ぶっ殺してやるぜ。信じられた。あの世で相当修行したつもりだな。上はオラ以上に修行してたんだな。違う。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにはしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらう。確かに貴様以上の復興はしたと思うが、貴様は俺のさらに上を行く天才だ。いつまでたってもその差は変わらない。だから俺は密かに決心した。ああ、俺は考えたんです。バビディに支配されれば貴様との差がなくなるんじゃないかとな。強くなりてえだけで、プライドの高いおめえが、あんな奴に支配されたってな。昔の俺に戻りたかったんだ。残忍でベイクなサイヤ人の俺に戻って何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。おかげで今いい気分。さあ、かかってこい。いい回で飛ばすぞ。立ち上がる。
始めよう。抜きれるかな？少し遊んでやろう。ダメだ。逃げさん。Damn it!
もっと本気でやってほしいな。